それはそうですが、姫にはかないません。はい、ずっと持っていて。そんなことは。すみません、これだから私は弟なんだ。そっちのを貸してみてください。この戦で示してみせます、あなたを守れる一人前の武将であることを。見ていてください。まだ寝ないのか。無理は俺の仕事。分かっている。戻ったんじゃないか。やし、姫、起きて私を待っていてくれたのですか。そうでしたか。いえ、てっきり姫はお休みだと思っていたので、その寝顔を見に。いえ、今日が初めてです。お休みになっていると思いながらも、どうしても姫の顔が見たくなって。私の夢ですか。わかりました。では夢の中でも姫に会いに来ます。表情ですが、出陣はあさって。父上率いる本隊は西条さんに布陣が決まりました。私はそちらには加わりません。残念ながら先陣は許されず、善光寺付近にて抑えの部隊を任されました。姫、先陣での手柄は取れなくなってしまいましたが、この戦で一人前の武将になってみせる。その気持ちに変わりはありません。与えられた役目をしっかり果たしてまいります。ですから、帰参の折には私を一人前の男として認めてください。ありがとう。姫のそのお返事が何よりの力になります。私より姫がお休みになるのが先です。いいえ、姫が先です。さあ、姫が眠りに落ちたら私も休みます。
これはありがとうございます、大丈夫です。勢いのある方が男らしいかと。ですが、これはこれで良かったのかも。姫がこうしていたわってくださるのは、なんだか得した気分です。これから酒には少しずつ慣れていこうと思っています。酒が飲めないと婚礼の時に困りますから。あ、いや、そのいずれの話です。いずれは必要になるでしょうから。そんなことよりご馳走をいただきましょうね、姫。今日だな。少しよ、何かを実質の差影勝なら見やない。おはようございます、姫。はい、少しお時間をいただいても良いでしょうか。誰にも見られず二人きりになれる場所です。ええ、これで二人きりです。ではこちらは姫が持っていてください。はい。先日の話ですが、もう少し欲張ってもいいですか。私が手柄を立てたかったのは、姫の弟を脱却して一人前の男になりたかったからだけじゃない。それだけではないのです。姫のただ一人の男になりたかったからです。私は姫の国を守れるだけの強い男になってみせます。だからこの戦から戻った時には、私を姫のただ一人の男として認めてほしい。姫、どうか返事を。姫、桜色だ。姫のお顔の色です。私のために咲いてくれた。では西条さんに陣を構えるということでよろしいですね。ああ、父上、私も父上と共に西条さんに入らせてください。そして
先陣を賜りたいのです。いや、影勝には善光寺平で御詰めに入ってもらう。副将には兼継をつける。父上、なぜそんなに先人にこだわる？一角の武将になるためです。小さいね。小さいとは？先人を切って手柄を上げることが影勝にとっての一角の武将の条件か。もう少し考えてみるといい。けれど私は父上のように強くなりたいのです。影勝、それなら余計に先陣を焦ってはいけない。お前は私の後を継ぎ、この越後を守っていく役目があるのだから。お前はこの戦いで忍耐を学びなさい。なぜならこの先もっともっと耐え忍ばなければならないことがあるから。父上、私のようになる必要はない。お前はお前であればいい。私はいつもそう言っているだろう。わかりました。私は善光寺平で後ろを守ります。でも父上も無茶をしないでください。この国はまだまだ私には大きすぎます。父上がいなければとても支えられません。影勝、私は国も大事ですが父上はもっと大事です。ありがとう。戦の最初、影勝の陣も善光寺から動いてないな。あ、二人の身が心配か。別に二人が直接影勝の心配も、もし上だが考え、戦。姫、どう。ただいま戻りました。姫はお変わりありませんか？この通りかすり傷一つなくピンピンしています。あ、姫、じっとして。小次郎殿、悪いですが姫をお借りします。
大丈夫ですよ。落ちたりしませんから。ならばそのままで構いません。ずっとそうしていてください。なんだか落ち着きます。それもありますが、姫のそばだからです。たとえ屋敷に戻ったところで姫がいなければ、こんな安らいだ気持ちにはなれません。多分もう姫は私にとって帰るべき場所になっているのです。そうですね、姫にはきちんとご報告しておかなくては。全体的な結果としてははかばかしくありません。負けたわけではありませんが、父上の目的も達することができなかった。父上は今回こそ武田との決着をつけてしまうつもりでしたから。はい、睨み合いが続く中、相模の北条に不穏な動きがありました。それで双方軍を引いたのです。すぐに事を構える状況ではありませんが、北条に漁夫の利をくれてやる必要はない、そういった判断でしょう。はい、上杉家にとっては意味のない戦いでした。ですが、私にとっては価値のある戦いでした。実は私は抑えの軍の首相を任されていたのですが、事前に大元相互するより成果を上げてからお話しするつもりだったのですが、姫には隠し事はできませんね。別にいいのです。もとより隠し事をするつもりはありませんので。自分では何とも評価しづらいですが、西条さんから届けられた書状で父上には褒めていただきました。兵糧の二打を真田の兵が焼きに来たのですが阻止できました。率いていた将も討ち取れましたし、海の何菓子と言いましたか、さほど名のある将ではありません。はい、それに副将の直江殿の采配からも多くを学べました。全部姫のおかげです。姫がずっと私の懐にいてくれたからです。この戦で役目を果たすことが懐の姫と姫の国を守ることになると思えたからこそ頑張れたのです。では姫、私を認めてくださいますか。やっと帰り着いた。そうそう、悪い。その、何でもありません。宴には。では一緒に行きましょう。負けてもいないから。
みんなよくやってくれたね。武田を倒せなかったのは悔しいけど、今日は一つ飲み明かそう。殿はほどほどに。今日は特別だよね、宇佐美。そうですね。影勝、たくさん飲みなさい。私は今日の主役は影勝だと思ってるんだ。ありがとうございます、父上。あいつは本当に剣心さん。よし、みんな踊るぞ。お祭り。誰がお祭り男だ。俺はお祭り男じゃない、歌舞伎者だ。似たようなもん。おい影勝、もっと楽しめって。やめてください前田殿、私は十分楽しんでますから。楽しんでるって顔じゃない。刑事じゃ無理だと思うよ。お、どういう意味です。影勝を楽しませられるのは一人しかいないでしょ。おお、そうだった。さすが殿、いいことを言う。ほらほら、受け取れ影勝。前田殿、姫が怪我でもしたらどうするのです。影勝がちゃんと受け止めりゃ怪我しないだろう。それとも自信なかったか。あります、姫は私がお守りするのですから。ところでさ、影勝、もう姫には告白したの？父上、なぜ。私の目は節穴じゃないよ。最初から姫のこと好きだったんでしょ。いや、その、それを姉上みたいだなんてさ。私も姉がいるからわかるけどね、姉上をそんな目で見る男はいないよ。そりゃそうだな。行きますよ。しかし影勝は打ち込まれても表情が変わらないな。内心かなり焦っているはずなんだが、本当に顔の筋肉が動かない。一度でいいから影勝の悲鳴を聞いてみたい。はい影勝、まあ水でも飲め。小次郎も。前田殿が珍しいですね。本当だ。まあまあ。なんだ、塩水じゃないか。お前、影勝のは。いいえ、私のも塩水です。お前もうちょっと驚くとか怒るとか泣くとかしろよ。申し訳ありません、これでも驚いています。まったく、お前は表情が変わらないな。
どうかしましたか？姫、お下がりください。この狼藉者は私が成敗を。ああ、影勝はナメクジが。姫の様から立ち去れ。大げさだな。あ、そうか、影勝の弱点はナメク。とにかく離れるんです。すみません、姫に恥ずかしい思いをさせてしまって、皆の前であのような、そのこんな状態で何なのですが。ここで返事を聞かせてください。はい、私を姫のただ一人の男として認めてください。私の嫁になってください。ありがとう、ありがとう、私の姫。父上に報告しないといけませんね。それからもちろん宮薙の父上にも。戻りましょう。なんとなく入りにくいですね。一刻も早く父上にご報告をと思ったのですが、これでは格好の酒の魚になってしまう。宮薙の父上を先にしましょう。いずれきちんと伺わせていただきますが、まずは書状でご挨拶を。どのように書けばよいものでしょう。婚姻願いの文など初めてです。そうですね、そうだ、一緒に二人の気持ちを宮薙の父上に書いてみますが、何かあったら言ってください。父上に書を習っておいてよかった。だといいのですが。一度読み返してみてくれますか。おかしなところがないか。姫、それは責任重大ですね。直に。本当だ。姫、少し出ませんか。お疲れでなければ、あの空の下へ。
俺も借りる。小次郎殿、これが仕事。姫は私が守ります。俺は影勝に雇われてる。それに何です？お前の無粋はしない。そうですね。ですが小次郎殿。なんだ？ついて来られなければ置いて行きますから、そのおつもりで。な、はい。大丈夫、しっかり捕まっていてください。年相応には吹っ切れたのです。見かけがどうとか、何が一人前の男であるのかとか、いろいろ考えました。でも私が一番誇らしいのは、姫、あなたが選んでくれたことです。こんな私はお嫌いですか？ありがとう。本当に姫の瞳に映っています。少し上り坂になりますよ。見てください姫、これが私たちの国です。私は父上のように最強の竜にはなれないかもしれない。ですが私にできるやり方でこの地を、そのためにもずっと私のそばにいてください。当然です、私は決して姫を離さないつもりですから。こんな風に愛しています、姫。あの影勝がついに嫁取りか。ちょっとしんみりしちゃうな。もう花婿の父の心境ですか？それはまだ早いでしょう。でも幼少の身切りの影勝殿を思い出しますね。顔は全然変わってませんよね。小さい頃から無表情でした。なのに少し慕ったらずで、長尾がうまく言えなくてにゃがおとか言ってましたね。あ、それ覚えてます。無表情だから余計に面白かったんですよね。ううん、私なんてニャガオカゲチョラだったもんね。あ、剣心様、今モノマネ入りましたね。バレた？結構似てたでしょ。姫、お願いですから聞かなかったことにしてください。実は今日の昼間のことなのですが。では今日の会議はそんなとこでいいかな。各自の持ち場をよろしくね。よい。おう、任せといてくれ。こちらも頑張りますね。父上、私にも何かやらせてください。そう思う。今日の会議を見ていたらわかると思うけど、私はみんなに事細かに役目を命じたわけじゃない。自発的にみんなが自分のなすべきことを提案していたよね。仕事は自分で見つけるものだよ。それに影勝は将来
みんなの上に立たなくてはならないんだ。上に立ってしまえば誰も命じてなんてくれないからね。常に自分の頭で考える癖をつけないと。わかりました。私なりに何かできることをか、ん？楽しみにしているよ。でも偉いな、影勝は。自分で言っといてなんだけど、もし私が影勝の立場なら、のんびりダラダラすることしか考えないよ。と、このようなことがあったんです。はい。ですが、考えてみると難しいのです。我が越後には何事も突出した才をお持ちの方々が揃っています。そんな皆さんに囲まれては、私が手を出した方がうまくいくことなど何一つありそうになく、私の心ですか。姫、考えるのは少しだけ後にします。今は私の思いをあなたに。いいですか。どう？いい考えは浮かんだかな？いい考えかどうかは自分ではわかりません。ただ。へえ、何かな？万が一火事が生じた際のために、皆で避難する訓練をしておきたいのです。なるほどね。春日山城は結構な大所帯だからね。有事の際に混乱が起きないよう、日頃から訓練しておくのは悪くない。ぜひやってみなさい。はい、ありがとうございます父上。ああ、でも影勝、私は勘弁してね。逃げるのとかめんどくさいから。父上、それは。仕事ぶりはちゃんと見るよ。だから心配しないで。ちょっとお昼寝しようかな。父上、またお休みになるのですか。姫、それが父上がこのように。ええ、とはいえこれではどうにも。いえ、それには及びません。何か自分で方法を考えてみます。どうした、難しい顔して。提案失敗しちまったのか。あ、刑事殿。なんだよ金津君。それを心配していることは伏せておくのではなかったか。あ、そうだったな。皆さん、ありがとうございます。それで殿との話はいかように。それが。なるほど、避難訓練か。いいな、協力するぜ。だが問題は殿であろうな。それでしたらいい方法がありますよ。本当ですか。殿対策は万事私にお任せよ。手順としてはですね、決まりだな。
影勝、お前が命じてくれ。それが大将の仕事だ。はい。では皆さん、今の手立てでよろしくお願いします。父上はまだお休みのようですね。直江殿、準備はよろしいですか？もうすぐです。少々お待ちを。直江殿の作戦が成功したら、父上は慌てて飛び出してこられるはずです。宇佐美殿はすぐ父上をお連れして退避してください。承知した。そいで俺は力のある連中を率いて消火に当たる。と言っても火のないとこに水ぶっかけられねえから。お願いします。私は古生州を中心に構成した一隊を監督して、女子供の避難を指示します。姫もその際に避難してくださいね。皆さん協力してくださっていますし、ここまで来れば精一杯やるしかありません。父上もきっと分かってくださいます。影勝殿、準備完了です。では始めます。皆さん今日一日よろしくお願いします。直江殿、開始してください。さて、あとはこの大うちわで殿のお部屋に向かって仰いでおけば。サバ、サバの匂いがする。総員退避、退避。殿、こちらへ。よっしゃ、俺も行ってくるぜ。こちらもサバと火の始末の後合流します。お願いします。さあ姫、姫も避難を私についてきてください。この先で先導の故障と合流しますから。皆が無事に避難できてよかったです。今日の感覚を忘れず、有事の際は落ち着いて行動してください。はい、皆さんのお力あってのことではありますが、無事にやり遂げられました。それでいいんだよ。父上、自分一人の力でできることなんて知れているからね。今日の影勝は立派に大将として采配を振るっていたと思うよ。ありがとうございます。お疲れ様です。訓練でお腹が減ったでしょう。お昼の用意ができましたよ。この匂いはまさか。サバを無駄にするのは気が引けましたから。ですが安心してください。父上のお食事は別に用意してあります。はあ、影勝はとんでもない大物になりそうだね。息子でよかった。絶対敵にしたくないよ。すみません。殿、機嫌直しにこちらで一杯やられるとよい。わかってるね、宇佐美は。ねえ、梅干しは？用意してあります。見事だったぜ。さーて、サバ食うか。サバ。はい。ですが、私の中で一番の功労者は姫です。
私の心を形にできるような仕事があれば、そのようにおっしゃってくださったでしょう。あの言葉のおかげで、この避難訓練に思い至ったのです。ええ、何より大切な姫をお守りしたくて。何でしょう。どうぞ、何なりと言ってください。姫、私は必ず姫のもとへ帰ってきます。私自身の身の守り方も今日しっかり訓練しておきました。ですから